ます。こんにちは、コージです。はい、ということでね、本日も早速やっていきたいと思うんですけども、今回はですね、未解決事件シリーズということで、こちらを紹介させていただきたいと思います。パナマ女子大生失踪事件。2014年に起こった事件なので、まあ記憶にね、新しい人もいると思うんですけれども、早速紹介させていただきたいと思います。どんと行こうぜ。事件発生まで。2014年、オランダ人の女子大学生で当時22歳だったクリス・クレマーズと21歳だったリザンヌ・フロンは、共にオランダのアマルスフォールトという町で生まれ、同じ大学で学ぶ友人だったといいます。普段から2人は外国旅行に2人で行きたいねと相談を繰り返していたそうです。そんな理由から2人は近くのレストランでウェイトレスのアルバイトを開始しました。2人の旅行先は中米のパナマに決まり、長期滞在をしてパナマの大自然に触れるハイキングやボランティア活動、スペイン語を学ぶ目的だったと言われています。アルバイト開始から半年後に旅行資金を貯めた2人は一路パナマを目指したとのことです。2014年3月15日、クリスとリザンヌの2人はパナマの土を踏みました。初めて見るパナマの景色や人々の生活を目の当たりにし、好奇心を駆り立てたことが想像できます。パナマ到着後、2人は現地の観光ツアーに参加し2週間を過ごしました。しかし2人はツアーだけでは満足できなかったようで、彼女たち2人で独自にパナマを探索することを思い立ったようです。4月1日、クリスとリザンヌはバル火山とその周辺にピクニック目的で向かったそうです。2人はバックパック1つずつという軽装でホームステイしていた家から用心のためにブルーと名付けられた犬を借りて出かけました。その翌日にはツアーガイドを予約して本格的なハイキングを予定していたので、家族にも伝えていたとされています。ここが運命の分かれ道となってしまいます。まあこの2人としてもですね、近くを散歩するようなね、感覚で軽い気持ちだったと思います。ここで行方不明になります。クリスとリザンヌの2人はピクニック途中で別のパーティーらと遭遇したそうです。彼らはオランダから来ていた男性のグループでした。母国が同じということもあり、彼らと一緒に山の中で軽食を共にした2人ですが、その直後から2人の行方が分からなくなったそうです。2人はパナマ到着後、毎日母国で待つ家族宛に電子メールで送信して自分の安否を伝えていましたが、この4月1日以降、2人からオランダの家族のもとに電子メールが届くことはなかったそうです。4月1日の夜、2人と一緒にバル火山に向けて出発した犬のブルーが単独で山から戻ってきました。飼い主はそれに驚き、2人の帰りを待つのですが、いつまで経っても2人はバル火山から降りてこなかったそうです。心配したホストファミリーは近所を探し回るものの、一向に見つかることはなく、携帯電話も繋がらなかったそうです。朝になっても2人が戻らなかったので、ここでホストファミリーは警察で通報しました。4月2日から彼女たちの大規模な捜索活動が始まりました。通報を受けた警察や地元の住民が一斉に付近を捜索し、翌4月3日にはヘリコプターを投入しての捜索も開始されました。それでも2人は発見されなかったそうです。オランダで娘の帰りを待っていた2人の両親のもとに外務省から、娘さんがパナマで行方不明になっているそうですとの連絡が入りました。すぐにパナマに向かい、4月6日に入国しました。2人の両親は現地のマスコミにも出て、娘の捜索をするように訴えていたとされています。手がかりの発見。地元警察と警察犬による捜査が進められてしばらく日が経った頃、事件の手がかりとなるものが発見されました。一人の地元の女性が警察に届け出をし、このようなやり取りを残したそうです。行方不明者のものと思われる青いバックパックを発見しました。警察がどこでそれを発見したのですかと尋ねると、女性は村の田んぼで発見しましたと答えました。そして不思議なことに、前の日に同じ場所に行っていたのですが、その時はバックパックは置かれていませんでしたと答えていたとされています。謎ですね。地元の警察官がその青いバックパックの中身を調べると、そこにはリザンヌ名義のパスポート、デジタルカメラ、現金約83ドル、女性用下着2枚、2人の携帯電話2台、ペットボトル、サングラス2本、 SD カード、バッテリー等が収められていたとされています。警察がそのデジタルカメラの記録映像を調べると、そこには2人の当日の様子が何枚も収められていましたが、不審な画像も相当数収められていたそうです。そこには夜間撮影された意味のない風景画像が90枚ほど収められていたそうです。夜間の撮影は2人が失踪した後に撮影されていたことが捜査で判明しています。
それは失踪から1週間が経過した4月8日の午前1時から午前4時までという時間帯で撮影されたようです。またクリスとリザンヌの携帯電話は共に充電が切れて使用できない状態だったそうです。警察が携帯電話の履歴を調べると、その電話の発信先はオランダの112番通報とパナマの911番通報でした。これらは共に緊急通報を意味しています。これらの緊急通報は何度もかけられていたそうですが、おそらくジャングルの中で電波が届かなかったのか繋がらなかったとされています。まあね、こういう時こそね、緊急通報って必要なんですけど、まあ山の中とかだとやっぱり電波が届かないっていうね、ものがあるので、こういう時に限って繋がらないんですよね。警察がさらに2人の携帯電話の使用状態を調べてみると、通話ができなくなった後もピンコードの入力が複数回にわたって行われていたことが判明しました。それも数日間にわたってピンコード入力が行われていたとのことです。しかしなぜかこのピンの入力値に誤りがあり、ログインができなかったことも判明しています。本人たちはね、絶対にパスコードを知っているはずなので、つまり第三者の可能性が高いと。まあ怪しいですね。そして遺体の発見、警察は青いバックパックが発見された田んぼの近くに川があることを確認すると、川の周囲や上流を捜索することにしました。すると青いバックパックが発見された反対側の川岸に別のバックパックが置かれていたのに気づきました。それはリザンヌのものだったとされています。それから後も警察がその岩の周辺を捜索していたところ、人骨や遺留品とおぼしきものが発見されました。それは大腿骨や登山用のブーツなどでした。登山用ブーツの中には足の骨や人の皮膚が付着していたとのことです。回収できた骨の総数は33本だったとされています。警察が遺骨を回収して調べると、遺骨はリザンヌとクリスのものであると判明しました。リザンヌの遺骨は比較的自然な状態で残っていたそうです。しかしクリスの骨の方は不自然な形跡が認められました。それはなんと骨が漂白されていたとされています。現在までの捜査で分かっていることはここまでだそうです。そしてこのクリスとリザンヌの両親は再捜査の依頼をこの後にしていないそうなんですね。なのでこの事件は未解決のままとなっています。事件の仮説、パナマの警察の捜査ではっきりとした結果を導き出すことができませんでした。そこで法医学者などの専門家に意見を求めると、次のような推測が導き出されています。事故失説、バル火山でのコースを誤った2人のうちどちらかが滑落してしまったが、生き残った1名がその後も単独での移動を続けたという説です。これはね、なんか俺的には微妙かな。やっぱりね、近くのね、ほぼ同じようなところから骨としてね発見されてるっていうものは、なんかね、やっぱり事件性があるかなというふうに思います。2、他殺説。推測1、骨の様子なんですけれども、外的要因を受けた形跡がほとんど認められていません。動物によって捕食された際に残る傷も痕跡すら生じていないということなので、まあ死因は外傷によるものではないと判断されているそうなんですけれども、そうなってくると外的な要因ではなく内的、つまり毒殺とかそういったものではないかという説ですね。推測2、骨の白骨化の速度が急激的すぎます。しかも発見場所は高山であり、気温の影響を考えると人肉の腐敗速度が低地よりも速いことが不自然である。まあ確かにね、これはね、不自然な点が結構多いかなというふうに思いますね。推測3、骨の漂白性がある石灰などを用いて被害者の遺体がアルカリ処理され腐敗速度を上昇させた可能性が考えられます。まあいくつかのね推測っていうのはされてますけれども、現在もですね、この2人の死に関しての明確な答えというのは出ていません。まあ皆さんはね、これが事故死だと思うか、それともですね、他殺だと思うか、よかったらですねコメントくださいと。ということでね、今回はここまでとなります。この事件はですね、6年前なので割と最近の事件なんですよ。なので捜査能力っていうのも結構格段に上がってる、まあ現代のね、この力をもってしてもわからない未解決事件として紹介させていただきました。今後もですね、このような未解決事件とかですね、凶悪事件とかですね、まあそのような謎の事件とかいろいろこうやっていきたいかなというふうに思っています。他にもですね、事件がありましたらですね、ぜひ教えてください。ということで本日は以上とさせていただきます。よかったらですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイ。